キハ150系機動車は、北海道旅客鉄道が1993年から運用する一般系機動車である。積雪急行焙線区における炭鉱運転を考慮して開発された、高出力機関装備の両運転台式機動車である。JR 北海道が国鉄分割民営化の際に継承した、地方ローカル専用の車両のうち、キハ22系、キハ56系などは、 経年30年を超えていた。また、キハ22系、キハ40型は単行運転可能なものの、出力不足のため、陶器積雪時の排泄運転では、換算線区においても二両編成が必須となるなどの問題があった。これらを解決するために開発された一般系機動車が本形式である。高出力機関を搭載して、動力性能を向上し、 北海道の一般軽機動車で初めて冷房装置を搭載するなど、接客設備の改善もなされたほか、ワンマン運転設備の搭載、JR 東日本キハ110系をベースとした車体構造、バス用汎用部品の採用など製造コスト削減も考慮された。本形式は1995年までに27両が富士中工業で製造された。旭川運転所、 苫小コ前運転所、内部運転所の各所に配置され、地域輸送に使用されている。内装 NDT150 系台車機波40、型との混結運用車体は普通構成で、全長は20メートル級、客用扉は型開き式のものを、片側2箇所に設ける。車体の前後に運転台を持つ、両運転台式で、一両単位での運用が可能である。全消灯は、 正面上部の左右及び正面中位の左右に4頭を装備する。これは陶器の降雪時に視界を確保するためで標識等は正面上位貫通扉の真上に配置する。形的は電子式と空気式を併用する。外部塗色は JR 北海道の一般系機動車標準の配色で白色の車体全周にスカイブルーと萌え着色の帯を 廃するが、一部の車両は配色が異なる。座席は、客用扉の隣接部をロングシートとしたセミクロスシートで、クロスシート部は1プラス2列の配置である。例番台では冷房装置を搭載する。循環式汚物処理装置付のトイレを出入り口付近に設け、隣接して車椅子スペースを備えるが、トイレはバリアフリー非対応の和式トイレである。運賃箱など。 ワンマン運転用の各種設備も製造当初より装備する。2015年頃にキハ150から17の側面の行き先表示が試験的に幕式から LED 式になっていた。従来の北海道向け車両では客室と出入台との間に仕切る扉を設けていたが本形式ではこれに代わる管理対策として座席の客用扉隣接部に 樹脂製の袖仕切りを設け、客用扉は、お脂肪端式の半自動ドアとして、開放時間を最小限にできるようにしている。他の国間地対応として、機関指導を及び暖房用の機関予熱機を装備する、ほか、燃料タンクは500リットルを2個装備として、大容量化している。駆動機関は、小松製の下吸機、吸気冷却機付の直噴式ディーゼル機関へ KDMF15Hz 型を一機装備する。450PS の定格出力はキハ 40K の2倍強、二大機関搭載のキハ56型をも上回る。液体変速機は、湿式多板クラッチによる変速一段、直結二段式の NDW14C 型で、コンバータブレーキの機能を持ち、下り勾配でのそもそも速装置として、 機関本体の機関ブレーキと併用できる。台車は空気、バネ付けのボルスタレス台車 NDT150 系、NTR150 型で、牽引力確保のために軸駆動としている。軸箱支持機構は積層ゴムを用い、車輪踏みな片押し式の基礎ブレーキ装置を備える。空気ブレーキは機ハ40型などと共通の3、圧式制御弁を持つ CLE 方式である。 これらの駆動警戒量により、最高速度時速 110km での走行が可能である。一方で、放熱器、燃料タンクなどの補機類には、バス用などの自動車用部品、汎用部品を用い、製造コスト削減を図っている。本形式はキハ40型などの従来形式と、ブレーキシステムの互換性があり、根結しての運用も可能である。 車両間を電気的に接続するジャンパ線は正面の片側にのみ設けられ、本形式同士を連結する際は必ず各車の向きを同一方向に揃える必要がある。0番台100番台方向幕、差別札幌基本番台は旭川運転所に配置。100番台は全車が苫小牧運転所に配置。それぞれ以下の区間で使用されている。その他、宗谷本線では 旭川北、旭川間の回送列車のみ運転される。過去の使用線区過去の使用線区過去の使用線区、空気バネ圧制後指揮者体系者装置の試験者として、本形式が使用された。1996年頃から試験を行い、後のキハ201系で実用化されている。車歴標車歴標案満放送装置、IC カード化改造工事、 ワンマンドア改修工事機動車減速機支え、装置構造変更機動車制御用 PLC、装置取り替え ATS 未投入防止対策、入り定位化工事ワンマンドア改修工事機動車、減速機支え装置構造変更機動車制御用、PLC 装置取り替え ATS、未投入防止対策、入り定位化工事転属。ありがとうございます。